先輩たちの名前が本当にたくさんあって作り上げてきたもの、それをできるだけ大事にしようと。新しいビジュアルのマジンガー Z を見せられるんじゃないかな。全体的にちょっと大人に、あとはもう本当にマジンガー Z がどれだけ暴れ回るのか。ビッグタイトルすぎて自分が本当にマジンガー Z ができるのかっていう衝撃が一番大きかったです。マジンガー Z 私の父の代表作なので、引き継ぐような形で担当できるということはとても幸せなことで、マジンガー愛は僕は負けたくない、誰にも負けたくないの、本当に愛を持って歌いました。最高の音楽を書こうと思って作曲したんで、楽しみに公開をお待ちいただきたいと思います。マジンガー Z はこんなに面白かったんだなっていうことをまた再発見していただければ限りで、マジンゴー